何も考えずなんとなく工事してるように見える。まずはセリーグ工事やってくれたね。ライデル選手が登録、続いてパリーグ工事、西野選手登録、藤井選手抹消となりました。橋本来た。ネオと田村とマルティネスを楽しみに今日のチケット取ったのに3分の2抹消されてんの、マジで草。2人とも良くなってくれ。ライデル抹消セーブは岩崎、田口の一騎打ちへ。ライデル抹消かを大事にしてください。橋本あげたのは素晴らしい。ライデル抹消か、まあでも松山をクローザーに据えればなんとかなるでしょう。残りシーズンゆっくり休んでほしい。セーブ王は田口と岩崎の争いか、圧倒的に岩崎が有利な気がするけど。大丸やっぱあかんかったんか。もう終わりだよこの球団は。ライマルスはいなくなった。リチャードは環境を変えた方が。ペルドも抹消は何かあったのか。しかし代わりが国吉とか意味わからねえ。引退当番か。なんでニセアステでいいよやねん。はるちゃん抹消会良かったからもう一度あるかなと楽しみにしてたんやけど、名古屋からデスパイネ来た、状態悪いので代打吉田とかでも良かったろうに。ほんまにリチャードを2日でファームに行かせはった。中日の近藤が60球なんたら言われてるけど、数打席ぐらいで落とすのもどうかと思う。ペルケーには少しお休みをって感じだな。しかしその代わりに国吉を見れるのがめっちゃ嬉しい。ペルどもはどうしたんですか。国吉は久しぶりだから頑張ってほしい。ご視聴ありがとうございました。